皆さん、お元気ですか？かかじです。今日はお荷物到着開封。おお、まだ置いてない。なんて、なんてな、あはははは。よし、よいしょ。見えた？あ、これ逆だ。逆。よし、ナース。よし、はい。これで、これで見えたかな。これで見えた。よし、もう、もう見えちゃってるね。ワイルドモンスターさん、通称ワイモンね。ワイモンさんからお荷物届きました。そして前回の例に漏れず、今回も挑戦的な中身がほとんどメートル仕様で届きました。いや、これだとね、何が出るかながもうほとんどないっていうね。それでもやはり開封の儀ちゃ取り行います。おおっか、はあ、今日はこれ顔が映りやすそうだから気をつけないと。強くてちぎれなかった。ここだ。よし、きた。これか、これがあかんのか、これがあかんのやな。よし、よし、向こうにはどんぶり金魚たちがいるから無茶できない。よいしょ。シークンド奥義ハサミだ。やっちゃんちゃんと。おっす、おっす、きた。割れ物注意だ。ほーい。あす、あす。どうしたらいい、どうしたらいい。さあ、こうだ。きた。しゃあ、なあ、おーい。うまくいったね。あ、シークンド奥義っぽいな。よし、じゃあもう一丁。ぽーい。バレーボールスタイルだ。よし、あとちょっとかな。なんと水長剣。しゃお。あー、うまくいった。切れたね。やっ、からの、からのパカッ。やっ、あっちゃ、でかい、でかい巻き込みだ。ここで来て、ここに来て巻き込みが来た。ここに来て巻き込みが来ましたぞ。うん、てってって。はあ、あ、どうしようかな。包囲の仕方のバリエーションが、はい、ボーイ。よーし、よーし、跳ね返していくスタイルだね。さあ、これだ。これは、これはいけるかな。シークンド奥義力技ペイ。あ、ペイ、地味だったね。こっちは無理だな。あ、こっちはちょっと距離。シークンド奥義ハサミ。ハサミを相手に手渡すときは刃を自分の方に向けてしっかり手で隠してお渡しします。バツッと。よし、いいぞ。はい、とりあえずは一つ目オープンのできそうだね。皆さんご一緒に、はい、オープン。ネットグラステラリウム説明書。なるほど、なるほど。物が出てきましたよ。その前にこっち行こうか。よし、これどうすんだ。シークンド奥義、ここ、シークンド奥義ここだ。
今日のこれ編集大変そうだぞ。来た、これだろ、ここだろ、ここだ。よし、ベリー、あ、ちょ、気にしない、気にしないぞ。シークンドー探求者は細かいことは気にしない。細かいことは、さあ勝負をかけるぜ。キャー、あ、出たの、納品書在中。これね、これ個人情報だから見せられないね。はい、ボーイ、あ、出てきました、モイストシェルターコーナー130。これエキゾテラさんの新製品だね。そう、新製品。スリスリ、あ、ウェットシェルター的に使えんだね。せーの、じゃんと。須藤さんのレプタイルフードトレイだね。マグネットでガラスの壁面に内側からピタッとつけられるってやつだね。それの追加用のマグネット。なんかね、これあと2個か。あれ ?4 個追加できなかったかな、やっちゃったかな。セットにはマグネット3個付きなんだけど、5個まで増やせるってね。ことで、あと2個の追加でね、最強のマグネットの布陣で落っこちないようにしようかなってね、思って買いました。そして、ね、これ用のカップだね。予備カップ。こっちで用意しておいて、ささってね、中にあるのと交換できるようにする必要がある生き物に使うのですよ、これは。モイストシェルターコーナー130とは、一体まだまだ、まだまだ終わらぬ、シークンドー、終わらぬぞ、終わらぬ。やらせはせん、やらせはせんぞ。キャー、あ、や、破れた、やられた。やらせはせんと言っておきながらやられたぞ。これちょっと厄介だぞ。いやー、めくってめくって、もう素直にハサミ使っとけばよかったと今更ながら後悔からの、おーい、よし、今のは綺麗に飛んだね。よし、今のは綺麗に飛んだね。どっから声出てんだいこれ。あー、さあ、パカパカじゃねえ。あー、オープンヌ、あー、もう一回やろうか。はい、オープンヌ、雑談ね、今日は雑談ね。はい、ぽーい、よし、よしよしよし、あー、出てきた出てきた、へいへい、おいおい、ぽーい、おい、はい、出てきました。これがなんだっけ、なんたらコーナー、さ、130だっけ。これラインナップが130と160という2サイズ展開だね。で、これ小さい方、小さい方つっても結構大きい、かカカジーの顔ぐらいあるよね。うん、で、この中に水を入れれば中が潤うらしいんだよね。でもこれ塗装してるからどうなのかな、本当に染みてくのかなというちょっと不安感。まあ実際に水入れてみりゃわかるかな。はい、これは別にこっちに使うわけじゃないからね、これはまた別個で使います。いやー、新製品いいね。うん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 。さあ、そしてこのグラステラリウムグラテラ3045、幅が30センチちょっと、そして奥行きも30センチちょっと、そして高さが45ということなんだけど、実寸の外寸は 31.5×31.5×48cm ということだそうです。なので設置場所にはね、気をつけましょう。3045だから 30cm、30cm、45cm の空間があればいけるなんて思ったらギリギリ入らないなんてこともあるからね。これで今日の開封動画は終わりかな、終わりかな。まあ、とりあえずこれ出してみてみようか。あ、テープが、テープで止まってたけど破れてる。えい、あ、完全に
開墾が終わりました。開墾、梱包を開封する感じ。このシリーズのナノというね、一番ちっちゃくて背が高いやつはうちでずっと使ってるんですけど、この3045は初めて買いました。やっぱり大きいね。見応え十分だな。よし、でここでカチャってね、ロックを解除して開く、開く。観音開きということで、多くの爬虫類ケージがスライド式のね、ガラスドアにしてるのに比べて観音扉で全面開放ということで、メンテがやりやすいというね、利点があるんだな。ただ今回これに入っていただく生き物はあんまりガバって開くと困るものなので、スライドが良かったかなって思ったけど、このね、やっぱね、このグラテラシリーズはね、背面のこのパネルね、この自然感あふれるパネル、これがね、なかなか雰囲気あって私好きなんだよね。カチャってね、まあこうやってロックも確実にかかるから、まあ安心だよね。はい、ということで今回はワイルドモンスターさんからのお荷物、グラステラリウム3045とモイストシェルターコーナー130、それからレプタイルフードトレイと、さらにオプション品の到着開封動画でした。はい、キシー君と極めましょうね。絶賛。はい、さようなら。お元気で。カタ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 。これに何が入るのかな。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。